はい、皆さんおはようございます。衆議院の原口和郎です。朝の一人ご飯元気飯ということでお送りいたします。で、この鉄則はですね、料理に5分以上かけないということですね。まあ、だけどこのかいわれはこれ下がないですけど、水につけといてまた東京から帰ってきたぐらいで食べられるかなと思います。で、ジョン、マグロ丼に佐賀の卵、佐賀海苔、そして佐賀の貝割れ、そして、これ、かつぶしと、なんだっけ、さやえんどうっていうんですかね。それに、佐賀の茄子と、で、白身を、ね、この中に入れてるんですね。と、佐賀のネギ、で、佐賀の味噌、そして、佐賀のスイカ。スイカはなんか、リコピン、トマトよりあるとかないとか、もうスイカ大好きなんですよね。子供たちはあんまりスイカ好きじゃないです。なんでかっていうと、種が面倒だと。種をバン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 外に飛ばすなって、昔よく言われてましたね。よくこれで、ね、当てっこしたりして、そういうのは良くないと言われてましたが、まあ、そして、佐賀のご飯ですね。夢つくし。夢しずくですね。ごめんなさい。名前間違って。で、箸置き。熊さんの箸置き。まあ、寂しくないですね。そして、嬉野茶。やっぱり佐賀嬉野茶ですね。これ、肥前ビードロ。ね、かいわれ。で、ここで、これに何をかけるかなんですよね。で、僕はマヨラーなんですよね。だけどやっとがんが寛解したんで、これはちょっと横に置いといて、マヨネーズはマヨラーなんですよ。僕も徹底的なマヨラーなんですよね。だからこの醤油で味付けして、わさびももうちょこっとですね。ではこの卵、本当はね、もうもりもりの、あの本間さんの卵、もうもりもりの、なんていうか、綺麗な卵だったんですけど、本間さんのとこに今度ちょっと行けてないんでですね、あの別のところの佐賀の卵さんなんですけど、もうこんなにプリプリで、あの新鮮な卵あるだろうかっていうんだったんですけど、さっき海苔振った時に間違って崩しちゃって。ではごきげんよう。今日はこれから東京なんでですね、気合い入れていかないといけないんですね。やっぱり一週間でもこう、感覚が空くと、よくあんなの毎週行ってたなって思いますね。梅雨明けです。もう庭には新たな朝の応援団がいっぱい来てますね。今、トンボが多いですね。トンボ。じゃあ、ごきげんよう。スイカじゃ綺麗でしょ。佐賀器がね、ほんと、あの焼き物だけじゃなくて、こういうの全部そうですよね。こんな綺麗な器で食べられるってラッキーだと思います。じゃあ5分以上料理にかけない、これが鉄則ですね。かけるとね、どうしてももう面倒になっちゃうんですよね。だから前の日から何を食うかっていうのは決めといて、何を食べるかですね。で、迷わないと。一気に作る。そして、ゆっくり食べる。命をいただいてごちそうさまっていうのは、たくさんの人たちが走り回っていただいてありがとうございますって、そういう意味ですね。いただきます。命をいただきます。ごちそうさま。では、ごきげんよう。これ、マグロは、これ宮崎さんですね。本当は佐賀さんがあれだったんで、ちょっと天気が、どうだったかな。じゃあ、失礼します。